これはもう完全に完全裏話なんだけど、タイミングが全て噛み合ってしまって、今回なんか星読みターンがねすっごい多くなっちゃって、ちょっと本当に今回に関してはガチでタイミングがね噛み合いに噛み合ってしまったんですよ。東京キャラクターストリートもそうだったし、この水星先輩のソロライブもそうだし、水星先輩のカバンが届くタイミングもそうだし、全てにおいてね全部こうタイミングがいい感じに噛み合ってしまっちゃってですね、なんかガチの推しのショートいっぱいあげてて、星読みにはてめえって思われるかもしれないなって思いつつ、ご本人にも本当にごめんなさい、連日こんなご迷惑になってたら本当にごめんなさい、本当にすいませんって言ったの。ライブ前日に実は連絡したんだけど、ライブ明日頑張ってください、一緒になんか頑張りますみたいな感じで、そうそうそう、無理しないでゆっくり寝てくださいみたいな感じで連絡したんだけど、そしたら、いやありがとう、一緒にゲスト出てくれてありがとうみたいな感じでしたし、ショートも楽しみって言われて、ショートが楽しみって言われた後に投稿されるショートにガチで震えてた。楽しみって言われるの嬉しいけどえぐっと思って、ショートさ、ショート楽しい、グッとねえぐっと思って、ショートは全部自分で手書きですね。スイセイ先輩だけ作画コスト高いよね。すいません、許してちょ、許してほしい。そう、あれ脚本、根底、セリフ、台本などすべてカザメルハ一人でやってるんですけど、落ちで今横にカバンかばってある。やばい、あ、横にカバンかばってある。これを見ながらニコニコってしながら、で今ここにスイちゃんぬいもあるんですけど、この今日スイちゃんぬいと一緒に配信してます。やっほー、みんなこんにちは、スイちゃんは今日もかわいいじゃん、そうっていう感じで気持ち悪いオタクになってるんですけど、今しばらくはねまたしまっておきたいと思います。はい、ジップロック開けてない、ジップロック開けてないし、なんだったらクリアケースの中に入れたよ、アクリルケース買ったよ、アクリルケース買って、でもジップロックのままだとあれだから、そう一旦ねスッスッってやってかぶせたわ。もうあそこ動かせない、空気吸わないの、バカ野郎、ここで空気吸ったって言って、それが絶対に君たちスイちゃんにバラすでしょ。そうだから、吸ったか吸わなかったかって言ったら実は吸ってない、なぜかっていうとバラされた時に本人に触って気持ち悪がれるのが一番怖いから、本当に関係性が悪化したらどうする、本当に絶対言うじゃん、絶対何かしらでバレる、切り抜きとかね、エゴサとか絶対バレるんだよね。だから先に言っておく、風間いろははスイちゃんのカバンを吸っていない、ジップロックから出して急いでアクリルケースの中に閉じ込めた、アクリルケースの中に閉じ込めた、 あそこの中に、もうあそこの空間だけ星町家になるようにした。っていうか、吸った分減るじゃん、体内に入れたらさ、だって体内に入れた空気なんてさ一生体内の中にこもっててくれるわけじゃないんだよ。その点アクリルケースを見習ってみて、アクリルケースは蓋をしたらそこの空気はさ隙間風とかないから、もうその空気はそこの空気のまんまなんだよね。つまりそういうこと、わかる？うん、そう、吸ったら減るけど吸わなかったら減らないんだよね。風間は減らしたくない派だったから吸わなかった。吸いたいと思わないの、吸いたいと思わない。でもスタジオで会った時に水星先輩と同じ空気を吸えている自分はもう素晴らしく恵まれている人間だっていう風に思ってるから、そこだけでいい。星松水星先輩の家の空気を吸うなんていうことはもう本当に大変申し訳がなくて、もうそんなのね、星読みラインです。星読みライン、わかりますか、星読みラインで、そう、星読みラインがありますから。本当にもうカバンをゲットしてしまったっていう時点で星読みラインに若干反するものがあって、もう世の中の星読みからナイフを突きつけられてるんじゃないかっていう夢まで見るんですけども、ここは星読みラインがありまして、自分でストッパーをかけれるところはストッパーをかける、これがやっぱオタクなんだよね。オッケー、これが星読みライン、あんた家行ってきなさい。スイセイ先輩って言ったら多分ね絶命するね。いや行ってみたくないわけではない、そう、行ってみたくないとか言う、そんなわけはない。行けるもんなら行ってみたい。一緒にご飯とかね、
なんかね、食べてる先輩とかいるの聞いて、メンバーとかいるのちょっといいなって思ったりする。だけど細身ライン、細身ラインって思って、そう姉持ちさんにご挨拶してみたい、してみたいけどご迷惑がおかけ、ブルブルブルだから、あの星読みラインスーパー星読みラインってなってる、ね、いろは殿の家に呼ぶ、それは本当に終わる、ガチで終わる、呼ばれたら行く。てか多分水星先輩も気使ってくれてると思う。多分風間が本当に気持ち悪いムーブをしかねないから、そう、本当に気持ち悪いムーブをしかねないから絶対気使っちゃう。もうこの距離感だけで己とても幸せです。はい、これもまた星読みライン、そう、しんちゃんグッズがいっぱい飾ってあるから呼べないです。あの配信部屋の外は自粛して、配信部屋の外ってさ、たまにさ、リビングとか、それこそさ、なんかさ、業者さんが入ったりとかさ、まあ、玄関からちょっとチラ見えさしたりとかするじゃん。だからさ、まあ、気をつけて、置かないようにしてるのね、基本的には。だけど、仕事部屋の中に入れてる。そう。自粛はくさ、すいません。自粛、いいじゃん、自粛はしてるな、来たいって言ったらどうするの。我が家の横の棚にはですね、スイちゃんゾーンと呼ばれるエリアがあってですね、リラックスタイムとか、スイちゃんの糸とか、粘土の糸とか、フィギュアとかがいっぱいこう、バーって飾ってあるところがあるんですけど、そこにいい感じに布をかけて、ここにはあたかも何もございませんでした風にして、スイちゃんのぬいぐるみはずっとデスクの左側に置いて、いつも、なんか、作業とかして辛くなったら、スイスイーって遊んでる、一緒に。ただま今、左側に、そのスイちゃんのぬいぐるみと、あとワンダフルプリキュアのいろはちゃんのぬいぐるみあるけど、全然一緒に遊んじゃうけどね。新年会すればいいのにスイちゃん呼んで。ハードル高いけどね。ハードル高い。そう、ただまっち結構人来てくれるんだよね。それこそリグロスの皆さんも来てくれたりとか、ズキテ来てくれたりとか、ラプドの来てくれたりとか、前コンコ用、クッキー食べに来たし、スバル先輩とかもなんか、いろはっつって、あっほーっつって来てくれたりするし、水星先輩来たことないな。いやでも、あずきちによく言われる、なんか都道府県クッキー企画をやるときに、え、スイちゃん呼ぶとか言われるときに、みかん、スイちゃん呼ぶって言われるときに、多分絶命するって言ったら、あずきち笑ってた。あずきち笑ってた。多分絶命する。かまこちゃんたちの企画をちょうど立ててるときに、次の都道府県クッキーござる誰呼ぶかみたいな話になって、あ、どうしようかって言って、スイちゃんとミコメと呼ぶって言われたときに、多分死ぬ。返した。あずきちは割と優越してる、うん、割と優越してる。ござるの反応見て結構楽しんでるし、あの子すぐ絶命しちゃう、YouTube なんかちゃんとニコニコしてくれるね。もしかしたら、あるかもしれません、風間の心の準備ができたら、うん、でも水星先輩甘いもの苦手なんだよな。そう、水星先輩甘いもの苦手だからさ、なんかクッキーじゃなくて、なんか肉を都道府県に抜いた方がいいんかって甘いもの苦手だから、そもそもご迷惑になりそうでって感じで、肉をこう都道府県型に抜くしかないか。いや君たち、ついちゃんだよ。イケメンになっちゃった。ついちゃんイケメンになっちゃった。